こんばんは。今日は広く日差しも届きましたが、寒気や低気圧の影響で雨となったところも多くなりました。それでは明日のお天気はどうなるか、しっかりと確認していきましょう。全国の明日の天気アイコンです。まずは沖縄ですが、晴れたり曇ったりの空となりそうです。九州ではだんだんと雨の範囲が広がります。中四国でも雲が多く、西部では傘が必要となりそうです。また近畿から東北にかけては日差しの届くところが多くなりそうです。北海道では道東を中心に日差しのチャンスもありますが、明日も雨や湿った雪の降りやすくなるところが多くなりそうです。空の変化にお気をつけください。また気温の上がるところも多く、桜の成長も進みそうですね。ただ1日の寒暖差が大きいため、体調管理はしっかりと行ってください。明日のお天気をお伝えしました。今日も1日お疲れ様でした。